はい、機械とね、つかめるように工夫された線になっているんですよ。いしょ。とっても、で、心さんは千尋さんの子供なんですね。あ、いいですね。いじょる、いじょる。あ、ちょっといじめないで。かわいすぎる。ほら。やばい。はい、千尋さんになります。ほら、食べてる。顔をよく見てもらうととてもわかるんですが、千尋さんとても可愛い顔してますよ。で、心さんは多分目が近いですね。木にちょっと登ってもらいましょう。ほら、木に登ってくれるかな。ほら。レッサーパンダさんとても木を登るの器用です。あ、今心さんが言ってくれましたね。どうですか、こんな風に木を登って生活もできます。はい、取れました。やったー。こんな感じで木の上で寝たりとか昼寝したりするのがとっても大好きです。お願いだから落ちないでね。はい、最後です。